思い出のガンプラキットレビュー集。ハイグレードユニバーサルセンチュリー。ゲルググイエーガー。ハイグレードユニバーサルセンチュリーとは、1999年の世紀末に登場以来、現在まで続いている大人気のガンプラシリーズである。宇宙世紀、つまりユニバーサルセンチュリーに登場するモビルスーツを、バンダイさんの最新技術でキット化してしまおうという、夢のようなガンプラシリーズなのだー。ゲルググイエーガーは、ハイグレードユニバーサルセンチュリー第45弾のキットだったのですよ。イエーガーとは、ドイツ語で言うところの狩人、アズサ2号なのですよ。響きがかっちょいいんで、日本ではキャラ名に多用されちゃったんだよね。最近では陳腐化して、もう中二病患者くらいしか使わないよね。うっかり使うとにわか扱いされるんで注意が必要なのですよ。ほんとにね。俺も高二病とかよく言われるけどね。キットの値段は1200円。発売されたのは2004年の4月。この頃は、ポケセンに登場したモビルスーツのリメイクキットがワンサカキット化された時期だったのですよ。旧キットの出来が良かったシリーズだけに、モデラーも注目してたんだよね。ケンプファーだけすんげー遅くキット化されたけどね。イエガーがキット化されたのは嬉しいが、相変わらず武器が一つだけとはいかがなものかな。ゲイの弦にも一理あるが、この機体をイエガーと呼ぶのは感心せんな。我々の世代はゲルググ J、もしくはゲルググで良いのではないかな。確かに、設定の改変に付き合わされる身にもなってほしいものだが、なぎなたで無双してこそゲルググらしいとは思わんか。貴様、親指にゲームダコができてるぞ。旧キットではちょっと残念な子だったゲルググイエーガーの欠点を、ある程度克服してる点が評価できるキットなのですよ。特に肘の球状の関節は秀逸、ポリキャップが露出することなく稼働できる上、他のゲルググキットのように、前腕部をカットして稼働範囲を確保してないのが昔かたぎのゲルググユーザーのハートをキャッチしたのだー。ってなわけで、あとはおまけ要素なのだー。なんてわけにもいかんよねー。適当に解説してみましょうね。頭部は相変わらずのイケメン面。こいつはもともと頭部が小さいんで、別に過渡期アレンジだから小さいわけじゃないのですよ。肩の関節が跳ね上がらないんで、肩アーマーが干渉して腕が水平にならねえぜ。水平になったからどうだってわけでもないけどね。ビームマシンガンを支えるタイプの平手が付属してるのはポイント高し。親指の角度がおかしいぜ。ハンドパーツはゲルググマリーナに比べると残念な出来だよね。メカデザイナーの個性によって武器のデザインに特徴があるのさ。伊豆淵さんなんかは、手で支えるタイプの銃が多く、大河原先生が各銃みたいにフォアグリップがあんまりついてないのですよ。頭部とバックパックのアンテナの不要部分は切り取りたいところなんだけど、アンテナの位置が絶妙で、後ろに倒れるとクリティカルで、バキッと折れるのですよ。金属で置き換えるのが定番ですぜ。プロペラントタンクはバックパックではなく、ボディに直接差し込むタイプだよ。プロペラントタンクが大きいだけに、意外と負荷がかかるポイントなのですよ。ここも金属に置き換えた方がいいかもしんないね。解説書には、ビームマシンガンとビームスポットガンしか武器の記載がないんだよね。頭部のバルカン砲なんかもあるんだけど、元の設定自体に格闘戦用の武器の記載がないからね。最近では F 型のビームサーベルが使えるなんてことになってるみたいだけど、それならビームナギナタだって使えるはずなのですよ。さすがに恥ずかしくなったのか？アポジモーターが姿勢性呼ばにあって呼び方に変わってたよ。今更だけどね。モビルスーツバリエーションのゲルググが最高っていうおっさんモデラーが今でも生き残ってるんで。このキットはゲルググキットの決定版です。なんて模型雑誌に載ってても。どうせ二十歳くらいのゆとりモデラーが書いてんだろ。なんて見向きもされないんじゃー。ゲルググシリーズは単品での傑作キットが存在せず、パーツ単位で秀逸な部分があるのが特徴だよね。パチ組のゲルググさんたちがたくさん眠ってるなら、組み替えてみるのも一つの方法ではあるのですよ。ジャンクがすんげーたくさん出るけどね。